宅大学は小規模にこだわり、そして、国際性にこだわると、いろんなまず多様性を味わう、本人の本当にやりたいことを実現するために教育っていうのが位置づけられるんだろうか。レイテクスタンダードを導入してまいります。社会を変える、日本を変える原動力になれるように、レイテク大学これから進化、未来に向けて新しい進化をしてですね、ニューノーマン時代の新しい大学の在り方を作っていきたいという、今試行錯誤の途中です。2024年度よりデータサイエンス AI 教育を全学必修化、テックというところを我々ちょっとチャレンジしていきたいと思っています。危機は新しい時代だというふうに捉えておりまして、学生にどんな未来をつないでもらえるか、そこが僕たちの役割です。大学として我々は何を提供していくんだろうか、チャレンジをしています。セファール世界基準を参考に開発したオーラルコミュニケーションスキルに重点を置いた英語のクラスで、愛情のあるエドテックを我々は作っていきたい。私ども24年に新しい2つの伴走するようなですね、 AI メンターみたいなものを作っていきたいなというふうに思っています。一生涯にわたって学び続けていってほしい、そういった人間に育ってほしい、そういう気持ちを持ってこの共通科目レイテクスタンダードを整備しております。で、我々、まさにここからニューノーマルのために未来志向で新しい大学を作っていかないといけない。変化を恐れず進化する大学ということをお待ちしております。